はい、し君です。今日はですね、えー、キノコの話をしたいと思うんですけど、まあずっとですね、こう、キノコ食べた方がいいよって話ってしてきてるんですね。まあ、キノコにはですね、そもそもその免疫を活性化する作用であったりだとか、それからビタミン D2 のもとですね、ビタミン D の元になる成分が入っているので、まあ積極的に取ってほしいよっていう、そういう話をね、ずっとしてきてるんですけども、今日はですね、その中でも、えー、特定のキノコ、えー、マイタケのね、まあ活性がすごいよって話をちょっとしたいと思うんですね。 で、マイタケっていうとね、こう、えー、まあ、実体って言って、こう、キノコのね、成分のところがですね、こう、なんていうか、折り重なったような形になって、独特のキノコなんですけども、まあ、これってね、こう、まあ、マイタケ特有の形なんですよね。で、マイタケっていうのは日本でよく食べられてるんですが、中国とかでも食べられてますし、それからね、栽培そのものは、えー、アメリカでもヨーロッパでも、それからアジアのね、温帯地域でも、どこでもこう、生えている、そういったものなんですね。 ただ、えー、その薬用成分っていうかね、薬効成分っていうのが非常に注目されていて、最近ですね、その医薬品への応用まで期待されている、そういったものなんですね。もともと1980年代に日本でですね、こう、まあ栽培されるようになって、人工栽培されるようになって、そして、まあその成分の中のですね、まあ食用としての成分の中の、例えばタンパク質とかね、それから、えー、食物繊維とか、それからビタミン D2、ミネラル、そういったものがね、非常に豊富であるということ。それから当然低カロリーでね、脂肪 部分が少なくてがですので、食用としても非常に有望であったということがあるんですけれどもえ特にです、ね、その栄養価が高いということが注目されたんですねえ。ヒスチジンとかメチオニンとか、ね、そういったまあ必須アミノ酸というのを含む、ね、18種類のアミノ酸が含まれていて、まあ、栄養価が非常に高かったんですね。 それから、えっ、ー、と、甘みとうまみが非常に強いと。まあ、甘みってね、トレハロースとか、まあ、アスパラギン酸とかね、アミノ酸に含まれてるし、それからうまみはグルタミン酸ですよね、えーと。こういったものが含まれていることによって、味も良くて、非常に栄養価も高いと。で、しかもですね、香りもいいものですから、最近ではね、食用の香り付けのね、粉末状にしたものが香りとしてこう使われてたりもするんですねで。ただですね、この栄養価の高さ以外に、実はマイタキにはですね、注目されているところがあるんですね。 それはもう多彩なその薬理効果ということで、最初にですね、このマイタケっていうのは1980年代にですね、え、塩に対する活性があるよってことが報告されて非常に注目されたんですね。で、塩に対するまあ活性がある、まあ、癌を抑えたりするっていうそういう効果ですけれども、その成分がね、何がいいか、何が中心なのかというとですね、そのベータグルカンっていうものですね、ベータグルカン。まあ、ベータグルカンっていうのはちょっとね、なかなか聞き慣れないかなと思うんですよ。グルカンっていうのはそもそもですね、糖分がこう重なったものをグルカンって呼ぶんですね。 で、僕たちが普段食べている、こう、デンプンとかいうのもですね、えー、グルカンなんですよ。これはね、アルファグルカンってやつなんですね。で、アルファグルカンっていうのは、体の中に入って、酵素によっては分解されて、ちゃんと吸収されて、エネルギーになるんですけども、ベータグルカンっていうのはですね、体の中でこう分解できないので、そのままこう流れていくんですね。まあ、いわゆる食物繊維の一種なわけです。で、このベータグルカンという成分がですね、まあ、キノコ全般には含まれているんですけども、特にこのマイタケのベータグルカンのですね、まあ、生理活性がすごいと。 いうことで、研究がめちゃめちゃ進んでるんですね。まあ、1980年代にですね、このベータグルカンの効果ってことが、こう、日本でね、最初に発見されて以来、数々報告されてるんですけども、まあ、一つ目、先ほどね、あの、お伝えした、高腫瘍効果ってやつですね。まあ、腫瘍に対する効果ってやつです。で、高腫瘍効果ってってどういう効果なのかというと、まあ、腫瘍がね、増殖しないとか、それから腫瘍が転移しないとかね、それから、もしくは他のね、正常の細胞が、あの、健常で育つのを助けるとか、そういった効果なんですね。 で特にその免疫系をですね、まあ、活性化したりだとか、免疫系をですね、返さないその高使用効果とか、いろんな効果があるんですけれども、特にですね、そのマイケのそのグルカンっていうのはですね、この状にしたものを動物に与えてもですね、乳がんとか肝臓癌とか、大腸がんとか、それから肺がんとかにですね、効果を示しているんですね。 で、そのベータグルカンの成分以外にもですね、マイタケンに含まれている成分が抗使用効果を発揮したりするんですね。特にそのビタミン D2 って言われるようなエルゴステロール、その成分がですね、ベータグルカンとは別の作用でですね、使を増殖を抑えるという効果が報告されてるんですね。他にも含まれている糖タンパクって言われるものもですね、単独で高使用効果を発揮したり、すなわち、まあ、マイタケンの中にはですね、様々な抗腫瘍効果を発揮する成分が含まれているということになります。 で、キノコ全般はですね、基本的には抗腫瘍効果が高いよってことが昔から言われてるんですね。その中でも、例えば猿の腰掛けとか、瓦竹っていうのはですね、まあ、高使効果が高い、その薬用のですね、キノコっていうふうに言われてますし、それからレンチナン、これはシイタケの成分ですけども、昔はですね、レンチナンっていうと、まあ、抗がん剤をね、サポートする薬としても使われてたぐらいですね、抗使用効果っていうのが報告されていたんですね。で、実はその、マイタケのですね、GFP という、まあ、グルカンの成分はですね、 これらよりも抗がん作用が強いっていうことが報告されているぐらい。ですので、非常にですね、使用に対する効果として期待されているものなんですね。で、他のマイタケのその正義活性成分としてね、注目されているのはですね、免疫に対する作用です。すなわち免疫をね、うまく調節してくる作用なんですね。 毎に含まれているそのベータグルカンというのは、マクロファージとか、それからリンパ球、細胞障害性 T 細胞というリンパ球とか、それからナチュラルキュラー細胞などね、多くの免疫関連の細胞の活性をね、上げてくれるってことが報告されてるんですね。インターフェロンであったりだとか、それから TNFα って言われるような、免疫細胞をですね、元気にするような成分を直接ですね、誘導したりすることもあります。まあ、結果的にですね、 免疫機能を高めることによって、先ほどの腫瘍をですね、やっつける効果であったりだとか、免疫全般をですね、高めるという効果が報告されてるんですね。で、三つ目としてはですね、ウイルスをやっつける効果、直接ウイルスをやっつける効果、それからえ抗菌作用ですね、細菌をやっつける効果っていうのがあります。で、先ほどね、免疫を活性化することによって、ウイルスとか細菌をやっつけるっていう効果もあるんですけども、実はですね、マイタキの生理活性成分っていうのはですね、 B 型肝炎とかヘルペスウイルスとかですね、それから A's ウイルスみたいな、そういったですね、特定のウイルスのですね、増殖を直接ブロックするっていう効果があるんですね。 DNA とか RNA をですね、合成するのを阻害したりだとか、それから死亡するようにこう誘導するような、そういった作用があります。他にもですね、含まれているそのグルカン以外の成分でもですね、ウイルスの活性を阻害するっていうことが報告されているように、今ね、非常にこう、抗ウイルスって注目されていると思うんですけれども、マイタケのですね、ベータグルカンの成分、その他の成分というのはですね、ウイルスに直接働きかけて、ウイルスの増殖を抑制してくれるという効果があるんですね。 それから他にもですね、結構たくさんのね、生理活性効果があるんですけども、例えば、糖尿病を抑制するという効果ですね。 えー、マイタケの成分ですね、血糖値を下げるってことが昔から報告されています。で、これはですね、多くの動物実験でもですね、まあ報告されているんですけども、マイタケの成分を含んだ餌を与えるとね、そのラットの糖尿病が改善するとかね、それから、えー、インシリン感受性が改善するってことが報告されてるんですね。他のベータグルカン以外ね、例えば糖タンパクみたいなやつもですね、血糖値を下げる効果っていうのが別々に報告されてるんですね。 で、あとはですね、え、アルファグルコシダーゼというのを阻害する作用っていうのもあって、ちょっと難しいんですけども、これ何かというと、まあ、糖尿病でも薬でね、使われているような作用なんですけど、まあ、最終的にですね、デンプンをこう分解していった時に、最終的にブドウ糖にした時にですね、まあ、吸収されて血糖値上がるんですが、最終的にブドウ糖にするための酵素値のがあるんですねまあ、これをブロックすると、分解がゆっくりになるので、血糖値上がりにくいっていう、まあ、そういった作用があってね、それが薬になっているんですけども、まあ、それと同じ作用がですね、 マイタケの中に含まれてるんですね。ということは、マイタケと一緒に食べると、実は血糖値が上がりにくくなるという効果があります。で他にも、えー、中性脂肪とかね、コレステロールとかそういったものをですね、下げる作用であったりだとか、あとですね、血圧を下げる作用っていうのもですね、マイタケにはあるんですね。実際、血圧が高くなるのを予防したりだとか、 高い人を下げたりする効果っていうのがですね、報告されていますし、あとは抗酸化物質としての効果もあるんですね。こういった効果っていうのはですね、まあいろいろ報告されてるんですけど、最近注目されたのは何かというと、えー、腸内細菌をですね、改善する効果っていうのが報告されてるんですね。 で、マイタケのようなね、まあ、キノコ類っていうのは食物繊維が豊富なので、まあ、基本的には腸内環境に出ていい方向に働くんですね。しかし、このマイタケの、特にこのタトールベータグルカンっていうのがですね、直接乳酸菌とかビフィズス菌とか、こういったものをですね、増やしてくれる効果っていうのが報告されてるんですね。まあ、そのフィルミクティスとバクテロイドスってちょっと難しいんですけども、例えば肥満の人っていうのはね、フィルミクティスっていう菌の割合が高くて、バクテロイドスっていう割合が低いんですね。 このフィルミクティスとバクテロイドスの比ってですね、腸内環境のまあ悪さを表す指標でもあるんですけれども、まあ、肥満の人とかね、結構フィルミクティスが高い、糖尿病者はフィルミクティスが高いみたいなことがまあ分かってるんですね。で、このマイタケの成分、マイタケの成分のベータグルカンを投与するとですね、 え、腸内細菌がそのバクテロイドスの比率が上がってフィルミクトスの比率が下がったりするわけなんですね。まあこれどういうことかというと腸内環境がですね、非常に良くなるということを意味します。なので、最近ですね、その肥満とか糖尿病とか、それから脂肪肝みたいな人たちのね、腸内環境が非常に乱れていることが注目されているんですけども、え、それらの治療としてね、マイタケの成分が腸内環境を変えてくれることによって有効に働くんじゃないかってことはね、治療薬として期待されているってことはですね、最近のトピックなんですね。 まあ、キノコ類全般っていうのは健康食品であり、それは栄養補助食品であるので、非常にですね、昔から馴染みがあると思うんですけども、まあ、その中でもこのマイタケっていうのはね、栄養補助食品であったりだとか、それから治療用の化合物として特に注目されているキノコなんですね。マイタケの成分というのはね、高腫瘍効果、免疫調整効果、抗ウイルス効果、高糖尿病効果、高血圧効果、それから高脂血症を改善する効果、など多くの生理活性効果があるということもありね、 特にこの人の腸内細菌をね改善してくれることによって病気全般を改善してくれるんじゃないかということが期待されてるんですね。 特にですね、このマイタケのベータグルカンっていうのがね、その薬効成分が非常にあの強いよっていうことで、まあ、今後のね、医薬品としての効果が期待されているっていうことをね、注目してもらうと、特にね、マイタケっていうのをですね、まあ、食べてもらうってことが有効になってくるんじゃないかなというに思います。まあね、コロナウイルスのようなね、この新しい感染症に対する、まあ、健康への脅威っていうのがね、最近ね、まあ人々の心を奪ってるわけなんですけども、こういったね、身近なキノコの成分とかね、僕たちのこう期待する効果をですね、存分に持ってるんだよってことを知っておいてもらうと、まあ、普段のね、 まあ食生活の中でどういったものを食べればいいかっていうことの指標になるんじゃないかなというふうに思いますこれだけ舞茸のね、まあ、プッシュをしたんですけど舞茸のところから何かお礼とか来ないかなって感じですけどね、はい、<laughs> 今日の話の、ね、役に立っておいた方高評価のボタンをお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いします